はい、そうだよ。さあさあ、今回ですね、はい、手元解説やってくれっていうのがね、あったんでやってみたいと思います。前に iPad でやったんだけどね、どうもやっぱり手元でやってほしいっていう人がすごく多くてですね、いや、これめちゃめちゃ大変ですよ、カメラのセッティングとかですね。どうしても斜めになっちゃうよね、これ真上だと無理なんだよ。ガタ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 揺れちゃってできないっていう状況なんですが、さてさてやっていきたいと思います。大丈夫ですかね、皆さん見えてますかね。はい、ちょっと斜めってるのはごめんなさい。はい、選択肢から見ますかね。これ穴埋めしていくんだけど、まあ、会話形式ですね。10択あって10問あるって感じかな。はい。これは全部動詞ですね。ということで、今回は動詞のやつを入れていくと。で、まあ、ここにね、名詞とかがあったりする場合とかね、他の品詞がある場合っていうのはね、ちゃんとチェックしておいた方がいいんですけど、まあ、同じなんで、まあ、その都度解いていけばいいって感じかな。はい。次の会話を読み、26から35の空所に最も適切な単語1から0の中から1つずつ選び、記号をマークしなさいと。で、同じ単語2回以上使っちゃダメだよって言って、1回だけでやりなさいということですね。はい。用いてはいけません。Is a recent salary increase good enough? って言って、I couldn't なんとか for more って来てるので、for を取るやつだよね。で、もっと給料を上げてっていうことを言えんかったってことね。はい。ask が正解でしょう。ask for。求めるっていうやつですね。はい。まあ、構造としては、salary increase ですね。はい。給料が上がるっていうのが、こう、主語ね。で、それが good enough っていうのが、保護になってて、語順ね。大事ですね。これ、形容詞、副詞、ナフの語順になるやつですね。これね、はい、めちゃめちゃ大事です。大丈夫ですね。並べ替え問題よく問われますね。で、サラリーインクリース、このインクリース、名詞ですからね。で、良かったの、十分良かったのっていうのに対して、まあ、それ以上求められない。アスクはね、アスク人フォーとか、アスク人トゥードゥっていうの有名じゃないですか。なんとかを求めるとか、なんとかするように頼むってやつなんですけど、こういうふうに人が入って、使われることが多いですね。人になんとかを求める、人に何々するよう頼むっていうやつなんですが、ここがね、ない場合があって、 ask for はまだそれでもね、違和感持たないんだけど、 ask to do に違和感を持つ人がすごく多いので気をつけてください。 ask to do って使えますからね。で、実際これ東大のね、問題で出てきたことがあって、和訳ですね。まあ、ちょうど昨日の東大英語にも出てたんですけど、やっぱ語訳がいっぱいね、するように求めたっていう意味なのに、これが求められたって訳しちゃってる人がすごく多くて、ちなみに ask to って過去形だったんですけど、そうだ、これ見慣れてない人が多いので、 ask は後ろ to ステージ取れますからね。 ask to do って言えるので、はい、ご注意ください。次、 It's all too easy for politicians to なんとか to pressure from wealthy campaign contributors. It sounds like you suspect that there is corruption in our government. ですね。はい、まあ、it for to の構文になってますね。はい、政治家たちがこうするってですね。all to っていうのは very の意味ですね。とってもっていう意味で、まあ、ネガティブなことに使うことが多いかな。だから、こう、簡単にこうしちゃうよねって言ってますね。はい、politicians とか政治家たちがプレッシャーになんで、そのまま、じゃん、これ、はい、お辞儀から、屈服するですね。to と相性がいいじゃないですか、屈服する系って。subject とかさ、subject to とかさ、be subjected to もありますけどね。subject とか surrender とかさ、ね、屈服するわけじゃないですか。yield とかさ、to と相性がいいですね。屈服系と to。はい、プレッシャーに屈服しちゃうよ。で、wealthy campaign contributors が、お金持ちのね、キャンペーンでこう寄付してくれる人たちのからのプレッシャーにってですね。wealthy ですね、これね。はい。お気をつけください。wealthy って呼んでる人いっぱいいるけど。違いますよ。それ worth, worthy のせいでね、そういうルール勝手に作っちゃってる人多いよね。はい。これがほら、worthy に変わるじゃないですか。そのせいでこれ wealthy のを wealthy って呼んじゃってる人多いよね。で、sounds like you suspect. suspect はなんとかだと思うっていう意味ですね。この doubt と違うよとかっていうのが大事じゃないですか。doubt はそうではないと思う。don't think, don't believe の意味ですね。はい、それに対して、サスペクトは何とかだと思う。はい。政治のね、まあ、コラプションですから、悪い状況になっちゃってるよってことですね。で、次が、Is it too late to 何とか back my last proposal? I don't think so. って言いますね。あ、まあ、バック9か、こいつは take でしょう、もう。はい、すみません、9番にいますね。やっぱ take back。はい。戻しちゃうってことですね。私の最後。I don't think so.、遅すぎないよ。って言ってます。で、プロポーザルですね。はい、提案、 AL で終わる名詞になるやつですね。普通ほら形容詞が多いじゃないですか、 AL って。でも名詞になるよってやつです。だからこれトイックとかでも出やすい品詞問題でね。はい、だから他にも、Renewal なんていうのも出やすいですね。はい、こういうのも、出てくることがありますね。次が、As long as the heater is working, the guest should be comfortable ですね。ヒーターが動いている限り、機能している限りは快適だよ、ゲストは。 The last thing anyone wants
is for something to なんとか in the middle of the busiest season of the year ですから、その年の一番ビジーな時ですから、つまりまあ冬でしょうけど、普通の考えたらヒーターがで壊れてほしくないってことね、はい、ブレイクしてほしくないよっていうことでした。はい、The last thing だから、これを望まないですね。このみんなが望むランキング最下位ですからね。最下位ってことは一番起きてほしくないことですから。で、起きてほしくないってことは壊れちゃう。どっか壊れてしまうよっていうことですね。まあ、自動詞のブレイクを使ってますね。で、まあこれね、いわゆるラストを使って否定を表すっていうやつね。はい。まあ大好きですよ。入試問題ね。よく出るパターンでございます。はい。We always need to なんとか for the worst possible disaster. True a words were never spoken ということで、はい。まあ、こいつは prepare でしょうね。はい。これは4を取ってるから。あ、ただし prepare っていつも4を取ると思って勘違いしてると言いますか、そうではないですからね。なんとかを準備するが prepare の他動詞バージョンですね。prepare food とかね、いうふうに言うこともできます。で、4はなんとかのために備えておくってことですから。だからもう最悪のディザスター。考えうる。ですね、可能性のある最悪な状況ですね。第三次ディザスター。アスタリスクじゃないですか、これね。スターですよ、ここ。星に見放されるっていうのから来ているやつですけど。で、possible っていうのは最上級と非常に相性がいいので、最上級、that's possible。で、考えうる可能性のあるものの中で最悪のって書いてあるんですけど、これ語順こっちでも大丈夫ですね。The worst possible disaster でも、the worst disaster possible でも OK っていうので、まあ、特集です。で、true words were never spoken ですね。これよりも true ですね。事実である言葉は話されなかったって言ってるから、これこそまさにその通りだっていう意味ですね。あの、couldn't be better とかあるじゃないですか。これよりいいものはないから最高ってやつですね。だからこれより当てはまってる真実を表してる言葉はないだから、その通りっていう意味です。で、次が、why are so many students interested in playing basketball? なんでそんなバスケやりたいの？I think some of them really just want to, なんとか、with their friends. ああ、友達とハンガーアウトしたいだけだよ。はい。ただただ、一緒にね、遊びたいだけだよ。本当に日常、毎日使う表現でしたけどね、このハンガー with っていうのは、留学中ね。はい。はい、続いて、are you too busy to help me this weekend? No worries. I'll なんとか aside a day for you. ね。忙しすぎる私で手伝ってくれるにはって言って、no worries, 心配ないよ、no problem みたいな意味ね。はい、私がよく使うというか、まあ毎日のように使う表現ですね。no problem の意味の時、いつも no worries って私言うんで。で、day を取っておくでしょ。aside だから、put aside, set aside でしょ。はい、set がいますね。はい。はい、まあお金を取っとくとかでも、ね、出ますね。put aside, set aside 横に置いとく。はい、一日を置いとく。そう、だから空いてるよって言って。で、次が、My brother failed to なんとか with the court order. Again? I think it's time for further measures. はい、そっちちゃんとやんなきゃいけねえみたいに言ってますけど、with 来てるんで、comply with ですね。はい。これ、従うってやつだよね。ルールを守るとき。ほら、compliance とかって言うじゃないですか。あれですよ。はい、ルールに従う。ってやつです。これは重要ですよ。結構出ます。で、次は、Can I help you with your luggage? ですね。ああ、help は人を取ってね。with 物事ですからね。これね。さっきも、help me this weekend ってあったけど。はい。これめちゃめちゃ大事ですね。with 抜かしちゃう人多いからね。please help your luggage とかね。ダメですからね。で、Can I help っていうのは、Can I っていうのは、こうしていいですかっていう意味だけじゃなくて、こういうオファーを出すときにも使われますね。こうしましょうかっていうときですね。これ実際トイックのパート2の応答問題とかでも出てきます。で、please don't worry.、ね、worry about, don't worry about it. これ簡単ですね。で、worry は自動詞でも使えるし、他動詞で感情の動詞として be worried about みたいな形でも使えるよっていうので、両方知っとかなきゃいけない。ラゲッジはバゲッジと同じように不可算名詞だよっていうのが第一ですね。はい。まあヘルプの方法本当で安いね。次、How do you なんとか Japan so far? ですね、もう余ってるのがファインドしかないので、How do you find Japan so far? I'm planning to extend my stay. ああ、なるほどね。このさ、ファインドを見つけるじゃないですかね。どのように日本を見つけましたじゃないですかね。これまでどのように日本、どう思ってるかって意味ですね。だからこれ、like と同じだよね。How do you like Japan? とかってよく使う表現ですよ。どう思いますかって意味ですかね。これどうやって日本好きですかとかって、そういう意味ではないですから。はい。お気をつけください。だから、留学したら必ず聞かれる。How do you like San Diego? とかね。絶対聞かれる。で、I'm planning to extend. Extend だから、こう、伸ばすわけじゃないですか。延長するんですよ。だから、stay を伸ばすぐらい好きなんです。だから、そういう風に見抜けました。
まあだから何トイックのパート2の変化球問題みたいだよね。はい、という感じでした。まあ、ハードファインドは知らない人も多いかな。はい。エクステンド伸ばすだけじゃなくて、与えるっていう意味もあるので、気をつけてください。トイックではね、プロバイドの意味で言い換えとして登場したりね、プレゼントが正解になったこともあったし、オファーが言い換えになったこともありますね。まあ、そもそもエクステンダンオファーって言えるからね。例えば、人にオファーを与えるとかってね。こういう風に使ったりすることもできるんで、そうですね。エクステンドってギブみたいに使えるので、はい。こういう風に出ることもあります。はい、どんな感じでしょうか。できましたかね。わかんない、これ。どんな風に価格もちゃんと取れてるのかもわかんないので、はい。とりあえずやってみました。本当はこれ生配信でやりたいです。はい、ぜひ、よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。